今日のレジェンド1打席対決は鈴木孝則さんと星野さんの対決。センターへのクリーンヒット。レジェンド1打席対決は鈴木孝則コーチに軍配が上がりました。対戦球団レジェンド OB による。ゲームは1回の裏、ベイスターズワンアウトから今日2番スタメン起用の海老名。バファローズ先発山崎福也からライトスタンドへのホームラン、今シーズン第1号。ベイスターズが1点を先制します。一方ベイスターズ先発浜口は初回3人で抑えて2回、ワンアウトからヒット2本、三塁一塁となって7番の伏見。ボテボテの打球ショートゴロ、当たり損ねた分三塁ランナーがホームに帰りました。1対1、同点に追いつかれます。3回の裏、ベイスターズはワンアウトから二塁一塁としてツーアウト後4番の牧、期待がかかりましたがファーストゴロに倒れて得点ならず、山崎福也を攻略できません。4回の表はツーアウトからヒット、フォアボール、フォアボール、満塁となって紅林、チェンジアップ、空振り三振。浜口もこのピンチをしのぎます。しかし6回でした。連続フォアボールの1、2塁から5番の杉本。好調杉本の打球はレフトフェンスを直撃するタイムリーツーベースヒット。宗がホームに帰って2対1、バファローズが1点を勝ち越します。さらに続く足立にデッドボールを当ててしまった浜口。ノーアウト満塁となったところで浜口がマウンドを降りました。ここでピッチャーは平田にスイッチ。最初のショートゴロを大和が好プレー、ホームがフォースアウト。ワンアウト満塁となって紅林ショートゴロ、6-4-3のダブルプレー。ノーアウト満塁の大ピンチを平田がしのいで2対1のままゲームが進みます。8回は伊勢が登板、しかしツーベースとフォアボールがあってワンアウト1塁3塁となりました。伏見のバットを折った伊勢ですが、このボテボテの打球で3塁ランナーが帰ります。3点目。バファローズは山崎福也のあと8回本田、そして9回は平野佳寿というリレーでした。平野が最後は NPB 通算200セーブを達成する形で締めくくり、3対1、バファローズが勝ち、ベイスターズ敗れてしまいました。